苦しくなくなったんです。あとはじゃあこれでホルンの技術が正常に作動してるので、はい、それを行使するにあたっての、全体の状況をもう一歩こう整えるというか、はい、より吹きやすくできるかなと。構え方、座り方みたいなね。うん、そう、その時に、右腕を、はい、よいしょ、ちょっとこうやって前に持ってきて、顔を一緒に左に動かしてください。そうそう、よいしょ、痛くないですか？大丈夫です。もうちょい、これで。よいしょ。で、一回この辺の力抜いてください。あ、そうです、そうです。出来上がった。ちょっと吹いてみましょう。息の流れが急に増えたから、はい、ちょっとじゃあ一回膝に下ろして、はい、でこの位置関係の中で口のいい場所というかにちょっと探って吹いてみましょう。はい、右腕がこう結構こうなってたのをちょっと普通の体の前あたりに持ってくるっていう試みをしたわけですね。そして腕がね楽できるんですよ。そっちにだけはこう打ってるってそうですそうです。なので、はい、あ、力持ってた、はい、よいしょ、で肘伸ばしてください。でちょっと下げたり、よいしょ、そのここの、はい、こういう位置関係で扱う、はい、あとは高さとか口のどこに当てるかとかは首も動かせるので、はい、でこれが腕の話ね、はい、座り方なんですけど、こうやって前に倒れてってください。もうちょっといって、もうちょっといって、もうちょっといって、で一回リラックス。ふここまっすぐなんですよ。あ、そう、口に前やと思ってるんですけど、まっすぐ、ね、そう、吹いてみましょう。関係上ものけぞりやすくはなってたと思うんですけど、はい、うん、前行った方が全然、うん、通り方が全然ね、吸うのも楽も楽ですね。なんかそう、なんかここの筋肉をね、はい、使いすぎてるのかも、なのでここをちょっと緩めていきましょう。そうそう、持っていって持っていって持っていって、どんどん行ってください。そうで体さらに前に倒してみてください。もうちょいで、一回深呼吸して、ふぅ、そう、で、周り見渡してみてください、はい、うん。で、ちょっと上見たり、そう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 。しっかりどしっと座れてるの分かります、うん、そうですね、はい。うん。そう、吹いてみましょう。座り方をどうやって目印にするのか。そうですね。まあ別、どうしてこう座らないでいたんだろうっていうのとこにヒントがあるのかもしれないですけど、どうですかね。そうですね、まあ、多分なんとなくこう置いてるから多分、まあ、位置は間違いなくここに来る、はいはいはい、でこのまま真っ直ぐしようとするから、視線的に後ろに多分腕は後ろに行ってるんだと思うんですよね、うん、
でちょっとそういう時ってぎこちなさとか硬さとか感じません？あ、それはあります、ね、なんか力入ってる感はありますよ、はい、腕とかと。で今最後にたどり着いた場所は、はい、今のたどり着き方は外から見たでその順番でやってたんですけど、なんかあこうなったなあなったなっていうその力みぎこちなさを感じたら、ちょっとリセットしてぬるっといくように、はい、で本当感覚だけで探ってもいつの間にかこういうのにたどり着くと思いますね。そうオーガニックにというか、そうだからあの音出しするとき個人練習してるときに硬さぎこちなさに関していちいちやり直したら OK っていうか、はい、そこでちょっとせいてどん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 先に行かずにみたいな練習の仕方をするといいのかなって。 どうです今の話聞いて。それはお前も多分何も考えて最初こう構えたらってそのままになっちゃってるんで、はいはい、でもなんか大事なのはそこで違和感感じてるかどうか。そうですね、感じてるならちょっと一回リセットって挟んでいくと、うん、まあ、もともと肩凝りやすい、力入りやすい、うん、抜きにくいっていうのもあるんですけど、やっぱりなんかすごい確かにこことか張ってる感が、張ってる感、あここはこのままあるんですよ、うんうん、倒していくと多分当然張ったなと思ったらちょっとこうわざと抜いて、抜いた、はい、抜く過程で例えば一時的にこうなっても張ってるより拭きやすいとか張ってるより楽だったら一旦ありってで、あここが窮屈になってきたなと思ったらちょっとこうしてとかっていう、その見た目の形はもはやわからないけど、はい、生物なので僕らはそうですね、拭きやすいなっていうところにたどり着くための、うん、オーガニックルートですね。その途中経過がどれだけ奇妙きてるつな感じがしても、要はその手前の時よりぎこちなくないとか、なんか楽とか音が出やすいとかあればいい方向に進んでるって評価してやっていくと、うん、そのどうしてそれがいいと思うかっていうと、ちゃんとオーガニックのメッセージをキャッチできが発生しててキャッチできてるから、外から決めた順番とか外から決めた位置でってやるよりもっと信頼性が高いんじゃないかなと思いまして、うん、なので今やったことは自分でもこれ今のかこれよりさらに吹きやすいところにたどり着くことは可能であるっていう、可能性を確認しただけっていうかって思っとくといいかなと思いますね、はい、うん、そう、あともうちょい時間ありますね、あと 2,3 分